将棋の豊島将之竜王/王が24日。大阪市福島区の関西将棋会館で指された第62期王位戦、挑戦者決定戦で、先手の羽生善治九段を破り、藤井聡太王位への挑戦権を獲得した。羽生九段とはこれまで、通算成績22勝18敗で5連勝中だった豊島竜王は、互いに守りの将棋ながら、豊富な持ち駒で差を広げ、タイトル戦、通算100期の夢につなげたい、羽生九段を退けた。豊島竜王の対、藤井聡太二冠の戦績は6勝1敗で、勝ち星で最多を誇る。藤井聡太キラーとして知られる。7番勝負第1局は6月29、30日に、愛知県名古屋市の名古屋の大学堂で行われる。豊島竜王が藤井聡太王位に挑戦羽生九段のタイトル100期は、お預け将棋の藤井聡太王位18=棋聖と合わせ2冠=への挑戦者を決める。第62期王位戦挑戦者決定戦が24日。大阪市の関西将棋会館で、豊島将之竜王31=王と合わせ2冠=と、羽生善治九段50の間で行われ、110手で、豊島竜王が勝利した。歴代1位のタイトル通算99期の羽生九段は、100期への、挑戦がお預けとなった。豊島竜王は藤井聡太王位に対し、今年1月の第14回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメント準々決勝で敗れるまで公式戦6連勝しており、通算6勝1敗。分のいい相手に2019年5月から7月に名人、王位、棋聖となって以来の三冠が視野に入る。豊島竜王は、藤井聡太王位への挑戦について、大変な相手ですけど、精一杯指して、なんとかいい勝負ができたらとコメントした。敗れた、羽生九段は、ちょっと作戦の組み立てに問題があったかも。ちょっとずつ、苦しくなったような気がすると振り返り。王位リーグ戦については、どの対局も、大変だった。その意味では充実したリーグだったと淡々と話した。7番勝負の日程は以下の通り。第1局6月 29.30 日。名古屋市、名古屋の大学堂第2局7月 13.14 日。北海道旭川市、花月会館。第3局7月21、22日。神戸市、中野坊随園、第4局8月 18.19 日。佐賀県嬉野市、綿谷別荘、第5局8月 24.25 日。徳島県徳島市、伊水園、第6局9月 6.7 日。神奈川県秦野市、元湯陣屋第7局9月 28.29 日。神奈川県秦野市、元湯陣屋、豊島将之竜王。羽生善治九段下す三冠復帰目指し藤井聡太王位への挑戦権獲得、将棋、王位戦超決将棋のおからよさはい王位戦、挑戦者決定戦が5月24日に行われ、豊島将之竜王。王31が、羽生善治九段、50に110手で勝利した。この結果、豊島竜王は、藤井聡太王位、棋聖18への挑戦権を獲得。三冠復帰を目指し、藤井聡太キラーが7番勝負に臨む。昨期の竜王戦7番勝負でも対決した両者の対戦は、矢倉のじっくりした出だしに、先に羽生九段が仕掛けたものの、これにうまく対応しながら不読を生かして、豊島竜王が着実にリード。羽生九段の攻めをかわし入玉も濃厚となったところで、持ち将棋には持ち込めないと判断した、羽生九段が投了した。豊島竜王は、藤井聡太陽くらいと過去7回対戦し、6勝1敗と大きく勝ち越している棋士。王位のタイトルは2018年度に一度獲得している。タイトルホルダー同士の七番勝負には大変な相手ですけど、精一杯指していい勝負ができればと思いますと語った。次のオーディオビデオでお会いしましょう。